箴言第8章。知恵は呼ばわらないのか、悟りは声を上げないのか。これは道のほとりの高いところの頂、また巷の中に立ち、町の入り口にある諸々の門の傍ら、正門の入り口で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、声を上げて人の子らを呼ぶ。白のない者よ、悟りを得よ。愚かな者よ、知恵を得よ。聞け、私は高貴なことを語り、我が唇は正しいことを語り出す。我が口は真実を述べ、我が唇は悪しきことを憎む。我が口の言葉は皆正しい、そのうちに偽りと横島はない。これは皆悟き者の明らかにするところ、知識を得る者の正しいとするところである。あなた方は銀を受けるよりも私の教えを受けよ、聖金よりもむしろ知識を得よ。知恵は宝石に勝り、あなた方の望むすべてのものはこれと比べるに足りない。知恵である私は悟りを住みかとし、知識と慎みとを持つ。死を恐れるとは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪しき道と偽りの言葉とを憎む。計りごとと確かな知恵とは私にある。私には悟りがあり、私には力がある。私によって王たる者は世を治め、君たる者は正しい定めを立てる。私によって主たる者は支配し、司たる者は地を治める。私は私を愛する者を愛する。私を切に求める者は私に出会う。富と誉れとは私にあり、優れた宝と繁栄もまたそうである。私の身は金よりも聖金よりもよく、私の産物は聖銀に勝る。私は正義の道、公正な道筋の中を歩み、私を愛する者に宝を得させ、またその蔵を満ちさせる。主が昔その技を成し始められる時、その技の始めとして私を作られた。いにしえ地のなかった時、はじめに私は建てられた。まだ海もなく、また大いなる水の泉もなかった時、私はすでに生まれ、山もまだ定められず、丘もまだなかった時、私はすでに生まれた。すなわち神がまだ地をも脳も地の塵のもとをも作られなかった時である。彼が天を作り、海の表に大空を張られた時、私はそこにあった。彼が上に空を固く立たせ、淵の泉を強く定め、海にその限界を立て、水にその岸を越えないようにし、また地のもといを定められた時、私はその傍らにあって名称となり、日々に喜び、常にその前に楽しみ、その地で楽しみ、また世の人を喜んだ。それゆえ子供らよ、今私の言うことを聞け。私の道を守る者は幸いである。教訓を聞いて知恵を得よ。これを捨ててはならない。私の言うことを聞き、日々私の門の傍らで伺い、私の戸口の柱の脇で待つ人は幸いである。それは私を得る者は命を得、主から恵みを得るからである。私を失う者は自分の命を損なう。すべて私を憎む者は死を愛する者である。